郡司、ヒーローインタビューで日ハムファンの心をつかむ。郡司が猛打賞の活躍で勝利に貢献、試合後にはプロ入り初となるヒーローインタビューで初々しい姿を見せた。まずは北海道のファンに、皆さんはじめまして、郡司と申します。エスコンはめちゃくちゃ気持ちよくて最高の環境だと思いますと挨拶した。敵地打についてはどさくさに紛れて打っただけ、直前に逆転打を放った浅間さんが素晴らしかったと振り返り、ドラゴンズ時代チャンスいただいても結果出せずもどかしい日々だった、今回チャンスいただいてまず結果が出たので出し続けたいと頷いた。ヒーローインタビュー初めてで両手でマイク持ってしまっていますがと照れると、場内は爆笑。北海道は少し寒いなと思うが応援はすごく温かい、これからも熱い応援よろしくお願いしますとファンの心をつかんだようだった。俺たちの郡司、郡司しゃべりえな、本前への取ったわ、名誉生え抜き、郡司くんようこそ、郡司大卒なのにしゃべれそうやな、可愛い顔してるし人気出そうや、ハキハキ喋れてるし笑いも取れてるし、こいつもう高卒やろ、頭良さそうな受け答えやな、これは人気出るわ、宇佐美も謎に覚醒してるしほんまウィンウィンやな、何度でもお立ち台上がる活躍してほしい。